を強いられております。夏の真っ盛り、山陽寺、岡山県の倉敷市玉島体育館のリング上、黄色くの攻撃に行きました淵正信です。当面の目標は竹内さん、現在のインターナショナルジュニアヘビー級チャンピオンのマイティ井上ということでありますが、淵正信はマイティ井上とは過去2戦やってるんですけれども、いずれもノンタイトル2敗してますが、このマイティ井上にノンタイトルで負けたということはちょっとベルトが遠ざかっていったというふうに、見ていいんじゃないでしょうかね。これはですね、当然ノンタイトルで勝った上においてやっぱりチャレンジ権を得るわけですからね、はい、そういう面でやっぱり2回ロスしてますんでね、とりあえずはまずオンチャの方がですね、そういう面では分がありますね。そうですね。そして現在は控え室におりますチャンピオンのマイティ井上も、この大仁田淳、そして淵正信のこの追っかけてくる選手を非常に気にしておりまして、試合が終わった後も周りの選手に試合の内容はどうだったかというようなことを必ず聞きますね。その辺のリサーチがですね、やっぱりチャンピオンとしては当然やっぱりディフェンスのですね、義務でしょうね。そうなんでしょうね。リングサイドにはジュニアヘビー級のまだまだ卵でありますけれども、川田選手あたりが両選手の激しい試合をじっと睨みつけています。全日本プロレスの若手の中ではジュニアヘビー級のレスラー非常にいい選手が育ってますからね。まあ、あのメキシコにいるね、三沢越永もそうですし、はい、今リングサイド見てる川田もそうですし、はい、まだまだこれから楽しみですね。そうですね。国際から来た冬木あたりも狙ってますからね。当然狙ってますね。さあトップロープに上がりました。大技を展開するか、大仁田淳一気に挽回か。ヘッドバットですね。ヘッドバットですね。フライングヘッドバットを見せました。そういうちょっと勇気のいる技を難なくやってのけるというところを見ますと、大仁田淳の左の膝は 90% いいと見ていいですね。まあ、あの全シリーズから見てましてね、はい、まさにもうだんだんその不安はその薄れてますね。そうですね。サイドのヘッドロックに固めました。ブルドッキングヘッドロック豪快に決めました。大仁田淳猛反撃に出ております。しかし試合の後の私たちは控え室の状態を見てるんですけど、必ず若いもんに左の膝をマッサージさせてますね。まあ、それがですね、まだまだそのよく考えてきますとね、一つの不安材料にはなってくるわけですよね、はい、今度は反対に、しかしバックを取ってバックドラップ、淵正信が豪快に決めました。後頭部を打ちます。大仁田淳この辺りが技師淵正信面目躍如たるところであります。いい技の切り替えでしたね。しかし今ですね、大仁田がまあもう一度やっぱりブルドッキングヘッドロックを狙ったらちょっとまずかったですね。はい、今度はロープに飛ばします。そしてショルダースルーの体勢、反対に大仁田が回転エビ固めに決めようとしました。ちょっと汗で体が濡れていますが滑ります。今度はおっと両方の脚力、相手を投げ飛ばしました。大仁田淳であります。そしてもう一回、今度は左サイドに持っていって、おっと今度はなんだ、ブロックバスターか、いやショルダーバスターか。ショルダーバスターの仕掛けであります。今の決め方どうですか。パイルドライバー式に行きましたね。パイルドライバー式に落としましたね。ちょうど脳天逆落としの、そうですね、脳天逆落としの体勢に入りましたね。脳天逆落としの体勢を見せました。あまりちょっと落ちた瞬間崩れましたね。ちょっとなんか膝を意識してましたからね、はい、今度は右の足から繰り出します。足蹴りによりまして、円錐蹴りによりまして、大仁田淳を再び場外に送り出しました。先ほどのツームストーン式のパイルドライバー、これを受けてはおりますけれども、淵正信元気いっぱいであります。場外の解決。さあ今度は反対に、一旦は淵正信がパイルドライバーに持っていこうとしましたけれども、リバーススープレックスで返しましたね。リバースですね。場外での乱戦であります。ライバル同士、淵正信対大仁田淳、好勝負を続けています。倉敷市玉島体育館のリングサイド、一心不乱で両選手の激しい動きを見ています。さあ淵が攻める、回転エビに捉えた、そのまま勝負がつくか。必死の形相で固めます。しかし足で跳ね返します。大仁田淳、さあキックを打ちます。淵がキックを打ちました。今度は大仁田がロープに来まして、さあ一旦間を取ります。振り抜きざま、ダブルナックダウンです。両選手ダブルナックダウン、激しい闘志、もう試合の初っ端から火花を散らす両選手の闘志気力。やはり次期シリーズに開催が予定されておりますジュニアヘビー級カーニバル、ここでまあ優勝をもぎ取りたい両選手。この2人がタッグチームを作りますと優勝を争える存在にはなりますね。十分力ありますね。
かし現在はライバル同士です。さあ大仁田がこれは怖いぞ、トップロープから、トップロープから行きました、思い切ってウルトラ C 級のフランチャーですね、フランチャーを行きました、フランチャーシーダーですね、まさにこの自殺行為というふうに言われております、フランチャースイシーダーを見せました。トップロープから行くんですから、これは勇気がいりますね、大田と飛行距離ありますからね、当たっています、今度は場外、おっと再びリングの外に両選手もう2人で同時に、落っこちました、両選手バックドロップ気味、はい、バックドロップ気味で落とそうとしましたね、淵正信と大仁田篤でありますが、両選手おっと激しい勝負になっておりますけれども、場外で今ゴングが打ち鳴らされております、非常に好勝負を見せました淵正信対大仁田篤、どうやら両選手リングアウトですかね、勝負は14分10秒、どうやらそのようですね、必死の攻防でした、しかし今のこの大仁田篤のトップロープからの、自殺行為、スイシーダー、これを見せたので大仁田篤の膝はまあ何度も申し上げますけれども、ほぼ完勝というふうに見てよろしいでしょう、まず間違いないですね、そうですね、いよいよ来週からは新シリーズ、スタン・ハンセン、そしてブルーザーブロディ揃い踏み、超パワフルコンビ来日であります、その試合を前にしての今夜の倉敷決戦です。さあ竹内さん、本当にこの止まるところを知らないスタン・ハンセン台風、ものすごいパワーですね、シリーズまで流れ込むでしょうね、そうですね、グレート小時間早くも捕まってしまいました、グレート小時間も久々のテレビ登場で、なんとか今夜はジャイアント馬場の助っ人に回ってスタン・ハンセンから一泡吹かせたいということを言っておりますけれども、やはりもうめちゃくちゃに待てにされます、スタン・ハンセンから一旦はロジャー・カービーに伝わりました、ロジャー・カービーもベテランではありますけれども、かつて16代の NWA 世界ジュニアヘビー級のチャンピオンベルトを胴に巻いた男、試合巧者であります、グレート小鹿と相対しておりますロジャー・カービーです。そして再びまたスタン・ハンセンの登場、本当に竹内さん、今回の来日は休み暇がないといった感じのスタン・ハンセン、タッグマッチでももうすぐに出てきますね、ともかくですね、この今のハンセン見てますね、まさに絶好調ということが分かりますね、そうですね、今度は胃袋へのクロー攻撃を見せました、そのスタン・ハンセンであります、今回26回目の来日になりますが、今回のスタン・ハンセンの最大の特徴はパワーと気力という点ではもう過去の来日よりも群を抜いておりまして、竹内さん一番充実しているというような感じがありますね、ともかくですね、パワーアップされたことがですね、もう連日の試合の中ではっきり分かってますね、そうですね、そしてまた来週からは新シリーズ、ブローディーと超ミラクルパワーコンビで乗り込むわけですけれども、 PWF 世界タッグチャンピオンコンビもアメリカで大暴れが伝えられてますね、まあ、それだけにですね、今度は日本で、まあ、打のチームを相手にどんな防衛戦を見せてくれるか、非常にポジキシーズ楽しみですね、はい、そうですね、この PWF 認定の世界タッグチャンピオンチームはまず的をプエルトリコに絞りまして、プエルトリコのレスラーをも血祭りに挙げたそうですね、まあ、その余波を買ってですね、今度はアメリカ本土で大暴れ、はい、でその今度はその感激をそのまま組んでですね、日本に来るわけですからね、はい、今度は日本マット界が的にされそうです。さあ温帯のジャイアントババが出てまいりました。さあロジャーカービー、小兵ロジャーカービーを対角線上に投げ飛ばします。そしてシリーズは次の放送から、来週の放送から新シリーズ、いよいよ注目の 8.26 田園コロシアム決戦が控えてますね、竹内さん、まあ、これはですね、馬場選手にとってはまさに屈辱のその一戦の再戦ですからね、何が何でもこれハンセンブロディ組にはこれ負けられない一戦になるでしょうね、そういうことですね、ブルーザーブロディハンセン組、これに対しましてジャイアント馬場ドリーファンクジュニア組、この対決は最強タッグあるいは PW 世界タッグ決定戦の再現ですね、しかもですね、今年の PW タッグの決勝戦の時ですね、やっぱり馬場選手はツームソンドライバー、はい、あれを2人がかりの浴びまして、非常にその無様なやっぱり負けを喫してますからね、それだけにこの屈辱は何が何でも今回の電光の決戦で話してもなきゃならないですね、リング上はお話の間に予告のスリーパーホールドに入りました、まさに恐るべきこのスタン・ハンセンの威力、ジャイアント馬場もすっくと立ち上がっております。さあボディにパンチ、そして頭への攻撃、スタン・ハンセンのパワーが上回るか、ジャイアント馬場負けじ魂で至近距離からチョップを打ちまくりますが、やはりスタン・ハンセンが一枚上、猛烈なパワー、エルボーを落としてまいりました、スタン・ハンセンまさに大型台風、ここで馬場がちょっとひるんだところでパートナーのロジャー・カービーに渡します。2プラトンの攻撃に行きそうだ、2人がかりでエルボー、強烈エルボー、ロープを背にするジャイアント馬場、ここでグレート小鹿にタッチ、グレート小鹿もなんとか頑張りたいところ、しかし下がります、逃げ回ります、小鹿逃げ回ります、勝負を勝つためにはこのロジャーカービーから一矢報いなければなりません。
それから竹内さん、この 8.26 田園クロシアム大決戦は、あの引退したテリーファンクの来日も考えられるようですね。まあ、テリーはですね、まあ、おそらく今回もマネージャーとしての来日でしょうけどもね、はい、やっぱりあの涙の引退から1年、やっぱり日本のファンはですね、もう一度やっぱりテリーのファイトを見たいという声がまたこうして一気に高まってますからね。なんとかやっぱりテリーのカムバックということもですね、願わくばやっぱり考えてみたいですね。そうですね、次期シリーズでの現役復帰ということはどうでしょうか。まあ、これはですね、テリーのやっぱり引退した時の意思も相当硬いですからね、はい、まず次のシリーズで引退という、あの現役に戻るということはですね、非常にまだまだ問題が多く残されているんじゃないですか ね。やはり次期シリーズはドリファンクジュニア、ジャイアントババチームのマネージャーということになりますか。しかし7あたりにですね、竹内さん、はい、スタンハンセンブルーザーブロディーチームの猛攻撃を見ると、あの血の気の多いテリーファンクですから、その場でリングに突如乱入ということも考えられますね。まあ、それとですね、今年あの例の問題の膝ですね、はい、この手術にも成功してますんでね、はいはい、そういう面でテリーの体調は必ずやっぱり戻ってるはずなんですよね。そうですか、テリーファンクファンにとりましては朗報です。膝はもうほぼ完璧と言っていいんですか。もうそれだけですね、あとはもうテリーのその気力、やる気だけなんですね、うん、そうですね。さあ今度はスタンハンセンがドロップキック、ドロップキックを打ちました。倉敷のお客さんからうおーというドヨメキ。今度はボディースラム、もうデッドリードライブです。殺人ホイップ、エルボー、これで、あと馬場が間に合いました。ものすごい勢いでジャイアント馬場が飛び込んでまいりました。スターハンセンの目標はジャイアント馬場だ。ロープに放って場外に送り出した。ロジャーカービーを預けるようだ。スターハンセン大きな声を出して、さあラリアットか、ラリアット強烈、そのまま2位ドロップを落としたバンジキュース。小鹿助かりません。馬場を場外に送り出したあたり、スタンハンセン冷静、場外でラリアットか、予告ラリアット、走った、うわーっと、ウエスタンラリアット、場外で助走をつけて、ジャイアント馬場にウエスタンラリアット、そして喉元もめった抜きにします、スタンハンセン、ウエスタンラリアット2連発、リングの中ではグレートコジカナックアウト、場外では10メートルばかり助走をつけて、思い切ってウエスタンラリアットジャイアント馬場の喉笛に命中させました。無添加で煮上げた自然の色します。バップレコードから全日本プロレスのニューテーマ曲集名イベントが発売になりました。ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田、天竜、ハンセン、ブロディ、ニック・ボック・インクルら全日本プロレスの人気レスラーのテーマがぎっしり詰め込まれました。この名イベントをまず50名の皆様にプレゼントしたいと思っております。さあ続いて今度はビデオカセットです。さあご覧ください。プロレスシリーズのビデオカセットがおなじみのバップから必殺空手チョップナンバー3力道山対ルーテーズ戦が発売になりました。これはプロレスの原点としてファンに語り継がれました名勝負でございます。こちらがベータマックス、こちらが VHS、 どちらかはっきりお書き添えの上お申し込みください。30名の方にプレゼントいたします。さて最後は私どもの日本テレビの解説でおなじみ田澤宏さんがお書きになりました日本プロレス30年史でございます。こちらの5本です。立派な本ですね。この本には力道山時代のプロレスのすべて、そしてテレビとともに歩みました日本のプロレスの歴史などが非常に詳しく書かれております。この本は100名様にプレゼントいたします。プロレスさんの皆様、どしどしとご応募いただきたいと思いますが、お申し込みは完成はがきでお願いいたします。住所、氏名、年齢、などお書き添えの上、必ずご希望の品を絶対にお忘れなくお書き添えの上お申し込みいただきたいと思います。締め切りは8月いっぱいです。宛先はご覧の通りです。お待ちしています。岡山県の倉敷市玉島体育館です。白と黒の大変に美しい調和を見せる倉敷の街に全日本軍団が乗り込んでまいりました。さあ試合前のセレモニーで館内を盛り上げる、ご存知ザ・グレート歌舞伎の入場、場内暗転です。誠にプロフェッショナルに徹したこの意表をつくデモンストレーションは全国各地のファンを本当に喜ばせました。歌舞伎今夜のパートナーは非常に呼吸の合いました天竜とチームを作りまして、ジョニー・マンテル、ディップスレーター組との対決、猛暑を吹き飛ばす鮮やかな連携プレーに期待したいと思います。ザ・グレート歌舞伎堂々の入場、そしてダブルヌンチャクのデモンストレーション、場内大歓声です。
見事な手さばきダブルヌンチャク。ディックスレータージョニー・マンテルを威嚇いたしました。場内はまだ暗転に包まれております。お客様が超満員。倉敷市玉島体育館のリングサイド、今度は今夜のパートナー天竜です。リング上ではディックスレーターとザ・グレート・コビキが激しく睨み合います。さあ天竜の前傾が見えてまいりました。ジックシリーズにはスタン・ハンセン、ブルーザー・ブロディがやってまいります。勝てる要素のあるのは全日本軍団天竜鶴田以外に現実にはないわけです。なんとか一発筆頭の知恵はないものか、そればかりを考えております天竜。今夜も元気に登場してまいりました。夏のトレーニングはパワー倍増というふうに言っておりました。試合に従いまして日本テレビより花束の贈呈でございます。倉敷のリング上、試合前に先立ちまして試合の前に日本テレビから両チームに花束の贈呈。ザ・グレート・歌舞伎天竜チーム、非常に呼吸のあったチームです。相手チームはジョニー・マンテル、ディック・スレーター組。本日のセミファイナル8月45分に日本勝負を行います。ラオコナ230ポンドジョニー・マンテル。テキサス・フリッツランドの中心的な存在です。オールランドプレーヤージョニー・マンテル、ディック・スレーター、素晴らしい復活ぶりを見せました。人気も盛り上がっております。ディック・スレーター245ポンド、ザ・グレート・カブキ。視線上のシャーロットではファンが帰りを待っています。ザ・グレート・カブキ。さあ夏の陣、総力を挙げて戦います天竜です。勝負は45分の一本勝負。今週は週刊ゴングでおなじみの竹内康介さんの解説で、お願いしております。さあ好勝負を迎えましたけれども、グランドチャンピオンカーニバルパート2、そしてパート3と長期日本にとどまりましたグレート歌舞伎、この選手です。まあ、脇役に徹すると言ってたんですけれども、テクニック、ファイティングスプリット旺盛な選手なだけに、竹内さん結局は主役になってしまいましたね。はいですね、全国各地でシリーズの人気を完全に独占してましたね。そうでしたね。さあ倉敷市玉島のお客様はこの後ザ・グレート歌舞伎がいつこの緑の霧を吹くか、それを楽しみにしているようです。さあ先陣を切って登場は天竜かグレート歌舞伎か、グレート歌舞伎のようです。ゴングは鳴りました。45分の一本勝負、相手はディック・スレーター。どういうレスリングを見せるか、今夜のザ・グレート歌舞伎です。さあ突進体勢、頭を低くしましたが、やっと今スタンディングポジションを取りました。がっちりとまずは四つに組みました。力比べから勝負は始まります。まだザ・グレート歌舞伎のいわゆる試合前のセレモニーの一つ、ドッキリ殺法は今のところまだ見せておりません。一旦ディック・スレーターが離れました。さあ今日の熊取りの色の基調は何でしょうか。さあ長い髪を振り上げて、さあ行くぞ。大歓声に包まれます。倉敷市民です。いいムードになりました。一歩後ろに下がりますディック・スレーター。さあ歌舞伎コール、さあ竹内さん、これからが本格的な勝負なんですけれども、はい、ザ・グレート歌舞伎選手、今着せずして倉敷のお客様から歌舞伎歌舞伎のコールが上がりましたが、アメリカのテキサスのマット界ではゴーゴー歌舞伎というような声援なんですよね。この辺がですね、いかにもアメリカ人らしい声援の仕方ですね。そうですね、彼は言っておりました。この2シリーズ日本に長期滞在して、このプロレスを見る会場に足を運んでくれるお客様の反応が非常に違うようになったということを語っておりました。ザ・グレート歌舞伎、竹内さん、何やらこの歌舞伎選手の話によりますと、お客様がこのアメリカ的になったというふうに言ってますがね。まあ、これはですね、おそらく歌舞伎が日本に帰ってくるときにですね、まずそれが一番心配な材料じゃなかったと思うかと思うんですね。はい、やっぱり日本のファンが自分のファイトに対してどういう反応を示してくれるか、ところがこれ全くアメリカと今同じなわけですよね。そうですね、この辺でやっぱり歌舞伎は相当やっぱ自信を深めたんじゃないでしょうかね。なるほどね。それからもう一つの見方として、竹内さん、最近のお客様は、全時代のプロレスの見方と違いまして、勝負だけではなくて本当にこのプロレスをエンジョイするよ
ような見方に変わりつつありますよね。ファッションプロレスと言いますかね、一つのキャラクタープロレスを楽しむその力を身につけてますね。そうですね、そういったものを本当にリング上で試合をしてて肌で感じたということをザ・グレート歌舞伎へ言っておりました。グレート歌舞伎にとりましては何よりのお土産。このシリーズ終了後再び、アメリカに帰りまして、シャーロット、ノースカロライナ、あるいはまたテキサス一帯をサーキットいたします。ファンが待ってるでしょうね。まあ、アメリカのファンもですね、もうこの2ヶ月3ヶ月近くですね、あのブランクがあるわけですからね、はい、もうおそらく、まあ、アメリカのファンにとって帰国を待ち望んでるでしょうね。そうでしょうね。さあ、お話の間にパートナーの天竜が飛び込んでまいりまして、好敵手になりました。ディック・スレーターと力強い一戦を交えています。さあ天竜です。来週からは新シリーズ大物が来日いたします。先ほどのスタン・ハンセン、そしてブルーザー・ブロディ、ドリー・ファンク・ジュニア、そしてテリー・ファンク、マネージャー役のテリー・ファンク、こういった大物来日。この天竜も鶴竜コンビで当然このハンセン・ブロディと勝負をしなくてはなりませんね、竹内さん。まあ、今年の春にはですね、やっぱりこのチームでそれぞれ PW タッグの争奪戦に出たわけですからね、はい、これは何が何でも挑戦権はこれはものにしたいでしょうね。そうでしょうね。まあ、このシリーズスタン・ハンセンにはもう散々痛い目に遭っているこの天竜、非常に、まあ、試合が終わりますと冷静沈着な分析力のありますこの天竜ですけれども、竹内さん、2人を比べましてですね、はい、まずスタン・ハンセンの方はこの一気に攻め込んでくる流れが止まるまで、彼のスタミナを十分に計算して勝負をすれば一矢報いるチャンスがあるということを冷静に判断しておりました。一方の対ブロディに対してはですね、はい、この何て言うんでしょうか、次から次へこの流れるように攻撃を仕掛けてくるので、だん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 このダメージが多くなってきて反撃の糸口がつかめないということを言ってますね。ですからですね、はい、どこで自分自身がやっぱり力を集中させて勝負をかけるかというのはですね、大きなポイントになってくるわけですね。あ、そうでしょうね。そういった意味では次期シリーズスタン・ハンセンにもブルーザー・ブロディにもなんとか一矢報わなければなりません天竜ですけれども、スタン・ハンセンにはやや勝機を見出すこのチャンスが出てきたというふうに言っておりました。まあ、変な話、これだけやっぱり痛ぶられたわけですからね、その中からやっぱりいろんな形でハンセンの弱点もですね、当然掴んできたと思いますね。そうですね。そしてあのウエスタンラリアットの洗礼も食いましたけれども、やはりこのウエスタンラリアットを当然食う覚悟でスタン・ハンセンとは勝負をしなければなりません。そういった意味でこのシリーズとシリーズの休みには持久力、耐久力を頭に置いてトレーニングを積むということを言っておりました。竹内さん、はい、普段の選手ですとウエスタンラリアットを食った後の攻撃は全くできなくなるんですけれども、天竜か鶴田あたりには一発食った後、さらにこの復活して戦いに臨んでもらう、そういう姿勢が欲しいですね。まあ、あの普通ですね、守りにバッターの場合ですね、どうしてもラリアットをいかにしてかわすかということしか考えないわけですね。ところがやっぱり本当のやっぱり勝負するんでしたらね、食らっても負けないだけのやっぱりスタミナとパワーですね、それを身につけなければ話にならないですね。そうですね。天竜にしても鶴田にしてもそれはできますよね。ですから今の天竜鶴田は一番それができる可能性があるわけですよね。そうですね。先ほど私がご紹介したこのシリーズとシリーズとの猛特訓は、いわゆるこの持ちこたえる力、持久力、あるいは耐える力、耐久力、これを倍増することに専念するということを言っておりましたけれども、竹内さん、この裏を探りますとやはり対スタン・ハンセン、対ブルーザー・ブロディが出てきますね。そういうことですね。私逆にですね、もしハンセンのラリアットを食った上にですね反撃を仕掛けた場合、これはハンセンにとって素晴らしい大きなショックを与えますね。そうですね。そしてショックを与えると同時に、やがてはスタン・ハンセン、あるいはブルーザー・ブロディを破る時期が来るというふうに見ていいんじゃないでしょうか。それが一つの大きな突破口になると思いますね。そうですね。さあ、汗びっしょりのファイトを見せました天竜から再びザ・グレート歌舞伎につながれました。ザ・グレート歌舞伎、この後本国アメリカに帰りますけれども、どうやらファンのためにですね、竹内さん、はい、8月23日 8.23 ファン感謝デーには一旦日本のファンのためにやってきて、読売ランドで、ファンと一緒に遊びたいということを言ってます。そうですね、しかしできればその時もですね、たとえ1試合でも2試合でもやっぱり日本のファンの前でやっぱりファイトを見せてほしいところですね。本当ですね。その時には竹内さん、弟子の武器ボーイも連れてくるよというふうに言ってましたがね、それもですね、大きな楽しみの一つですね。そうですね。 8.23 ファン感謝デーにはザ・グレート歌舞伎、一旦日本のファンのためにやってまいります。そして再びアメリカに帰ります、このザ・グレート歌舞伎であります。
まあ、今回もいろんな選手とタッグチームを作りましてパートナーの感想を聞いてみたんですけどね、はい、ジャイアント馬場とのパートナー試合の時にはジャイアント馬場選手は非常に元気になった、まだまだ安心ですよということを言っておりまして、先兵役の重責は十分に果たしたつもりですと言っておりましたが、どうですか。まあ、歌舞伎はですね、シングルでも面白いファイトを見せますけどね、タッグパートナーになった時ですね、はい、非常にやっぱりベテランなしいい味を発揮しますね。本当ですね。そして今度は今夜のパートナー天竜ともしばしばチームを作りましたけれども、天竜は本当に強くなった、昔の弱々しい面影が全くなくなった、そして何よりも目つきが変わってきた、一番鋭い技はあのフロントネックチャンスリードロップ、これはアメリカの大きい選手にも通用する技だよというふうにパートナーの天竜を言っておりました。これは今夜のファイトを見ても実感として分かりますね。そうですね、しかしですね、天竜にとってもですね、大先輩の歌舞伎からですね、そういうやっぱり折り紙をつけられたという功績が大きいですね。本当ですね。そしてジャンボ鶴田にの話に移りますと、ジャンボ鶴田は世界の鶴田の器になった、そして AWA 世界ヘビー級チャンピオン時代からアメリカではビッグネームになっている、もうアメリカでジャンボ鶴田の名前を知らない選手はいないというふうに言っておりました。このグレート歌舞伎の鶴田に対する感想はどうですか。これも当然ですね、やっぱりこれまでのジャンボはですね、はい、多分やっぱり日本のジャンボという印象が強かったんですね、それがやっぱり AW で世界を取ったことによってですね、もの一気にやっぱりその世界のジャンボの名に格上げしましたからね。なるほどね。そのように全日本軍団の三強を語ってくれましたザ・グレート歌舞伎。ザ・グレート歌舞伎から再び天竜にタッチが行われました。さあ天竜です。相手はジョニー・マンテル、ジュニアヘビー級のジョニー・マンテルです。ジュニアヘビー級と言いますと竹内さん、はい、次期シリーズにはこの大物の他にですね、ジュニアヘビー級を世界中から集めてジュニアヘビー級のカーニバルが行われるようですね。まあ、それもしかもですね、はい、ジュニアの最強タッグという試合ルールでですね、行われる誤差が強いようですね、はい、あ、そうですか。世界のマット界からジュニアヘビーの逸材ということになりますと、日本から誰が出てくるか、これまた楽しみなんですけども、アメリカからはチャボ・ゲレロ兄弟でしょうかね、まあ、チャボ・ヘクターのゲレロブラザーズ、これがもう最も最有力でしょうね。そうですね。そしてジュニアヘビーと言いますとメキシコですけれども、メキシコからはどうでしょうね。これはですね、かつて全日本プロのリングですとどうしても NWA 系の選手が多かったんですけども、はい、今回はもう一つのプロモーション UWA のですね、選手が何人か来日しそうな気配が濃厚になってますね。あ、そうですか。 UWA にも非常にこのジュニアヘビー級レスラーの逸材が揃ってますね。まあ、特にですね、日本人レスラーのグランハマダ、はい、あるいはフェロ・アグアイオ、スペル・アストロ、この辺が来てくれた非常に面白いんですけどね。なるほど。かつて新日本プロレスのリング上、あるいは UWF のリング上に上がったグランハマダ、この選手あたりに来ると一層このカーニバル面白くなりそうですね。ジュニア先生にぐっちゃっと厚みが増しますね。そうですね。大いに楽しみな次期シリーズの展望でございます。このジョニー・マンテルと同じ、ウェイトジュニアヘビー級レスラーにとりましては本当に夢のような大会がどうやら、実現しそうであります。さあそのジョニー・マンテル、この選手あたりもいい選手ですね。あ、これ今アメリカのテキサスでですね、最もやっぱり売れっ子の中堅のレスラーですからね、はい、そうですね。このヘビー級の天竜といわゆる力比べを見せても遜色ないですもんね。まあ、かつて長くジュニアだったんですよね、はい、おそらくもう今後はヘビーにレートアップしてやっぱりこれ乗せていく選手の一人でしょうね。そうですか。さあ川沿い落としを見せました天竜です。再び好敵手ディック・スレーターが後ろから回りまして思い切って天竜を跳ね飛ばしました。ジョニー・マンテルいいレスラーです。天竜一歩後退、サンドイッチ状態にされました。それから竹内さん、ジャイアント馬場選手に次期シリーズの展望を触れてみたんですけども、なかなか口の重いジャイアント馬場選手なかなか発表してくれませんでしたけども、後半には世界チャンピオンのリック・フレアの来日も決定しているようですね。これはもうほぼ間違いないですね、はい、当然そうなりますとね、やっぱりジャンボ天竜にとってまたまた大きなビッグチャンスが来るわけですからね。今度は天竜は UN から世界へ飛躍じゃないですか。もうこれは何が何でも天竜にもですね、この NWA を狙してみたいですね。そうですね。かつてリックフレアには好勝負を挑んでますからね。それだけにですね、今の天竜だとさらにやっぱり期待が持てますよね、はい、このユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオンの天竜にもいよいよ世界のベルトが近づいてまいりました。リックフレアの来日が待たれます。さあ円錐切り、ここでいい勝負に出た。円錐切りでリックスレーターの首のネックを捉えてトランスキックで激しく攻めます。
ザ・グレート歌舞伎トラスキックで一発相手を威嚇いたしました。さあ的をどうやらジョニー・マンテルに絞ったのか。巨大なパブロー得意技、全てのパンチが当たります。さあジョニー・マンテルも怒った、前進した、前進した、そしてロープに釘付け、エルボーバットを強烈にぶちかましてまいりました。対角線上反対に飛ばす、そしてなんだ、おっとおっとおっと、これは外れました。何を見せようとしましたか。エルボーですかね。エルボーですかね。エルボーは空を切ってしまいました。すかされました。ジョニーマンテルいいフットワークを見舞いました。反対側のコーナーにリックスレーター登っている。あーっと2件を割ってまいります。ものすごい勢いで空中から飛び込んでエルボーを落としました。リックスレーター、ここで再び天竜の登場。天竜の登場。さあ天竜とジョニーマンテル勝負を拾うか。天竜さあ突っ張りに行った、スモーチョップ、そして思い切って飛ばしてショルダースルーか。ショルダースルーで投げてました。さあ得意のここから最近のこのおっとフェイスマスターが、おっとおっと、そのまま後ろに投げ返しましたね。これはちょっと珍しい投げですね。珍しい投げですね。相手が小兵、ウエトが狩り、ウエトが狩りだけで思って投げてました。おっと今度はワンハンドのバックブリーカー、ワンハンドのバックブリーカーに来ました。そしてそのまま覆いかぶさってカウント、カウント3が入りました。さすがにヘビー級のパワーです。バックブリーカー、今日のとどめになったのはバックブリーカー。天竜もバックブリーカーで仕留めるのはなかなか珍しいことですけれども、タイミングよく決まりましたね。あのバックブリーカーの前にですね、見せたあのカナディアン式のバックブリーカーから後ろへの投げ、はい、あれも非常にやっぱり面白い技ですね。そうですね。あ、その後ろに投げ返したのは肩の上に乗せたらカナディアンバックブリーカーになるんですけども、完全なカナディアンバックブリーカーだったね。乗せませんで、そのままキャンバスに落としましたね。なるほど、またまた新しい技を見せました、天竜であります。あ、もしもし、河原王子。ますます快調なペースでこの夏を乗り切ろうとしておりますジャンボ鶴田がメインイベント、倉敷市玉島体育館のリング上、最後のカードを迎えました。全日本プロレスのリーダー格ジャンボ鶴田、非常に血色目よく勢いありますジャンボ鶴田。今夜はアレックス・スミルノフと一騎打ち、ハンセンあたりと比較いたしますとやや楽な相手です。問題は来週から始まる次期シリーズ、引き続きスタン・ハンセン、そして全インターヘビー級チャンピオンルーザー・ブロディがやってまいります。2月23日の結婚までプロレス界の王道を歩み、ジャイアントババの後継者として一歩一歩前進のジャンボ鶴田であります。堂々の入場です。試合に先立ちまして日本テレビより花束の贈呈でございます。試合に先立ちまして日本テレビからジャンボ鶴田に、そして対戦者アレックス・スミルノフ、上樋口レフリーに豪華な花束が贈られました。これより両選手の紹介です。勝負は60分の一本勝負。メインイベント60分の一本勝負を行います。ラオーナー270ポンドアレックス・スミルノフ、流血怪人です。やや力は落ちましたけれども対鶴田戦は燃えます。赤コーナー250ポンドジャンボ鶴田、本番夏の陣の間近、中心的存在ですジャンボ鶴田。さあ倉敷大会の名イベント60分の一本勝負、今もなおこの古いものが受け継がれております伝統の町倉敷、美術工芸の町倉敷、まあ、会場には倉敷観光のお客様もたくさんお見えになっております。名イベントジャンボ鶴田、そしてアレックス・スミルノフ、いよいよシリーズの締めくくりジャンボ鶴田の登場ですね。竹内さん、はい、まあ、このシリーズもですね、非常に調子がよく来たジャンボですからね、はい、ですここで最後の締めくくりをビシッとして次期シリーズに臨んでほしいですね。そうですね、まあ、来月には結婚式を挙げますジャンボ鶴田33歳、まあ、人生の新たなる第一歩を踏み出すわけですけれども、竹内さん、勝負の世界におきましても世界の鶴田となってほしいというのがあのジャイアント馬場選手のアドバイスでしたね。あ、それだけですね、はい、今の鶴田に残っているもの、それはやっぱり NWA のベルトを取ること以外の何もんでもないですね。そうですね、まあ、結婚ということになりますと竹内さん、ますますこのファンの見る目が厳しくなってきそうですね。やはりですね、ジャンボは結婚して弱くなったと言われないためにもですね、やっぱり次期シリーズのその NWA 挑戦は何が何でもやっぱりものにしてもらいたいですね。はい、今ご紹介のように竹内康介さんからご紹介のように次期シリーズの後半には NWA の世界チャンピオンリックフレアの来日が決定しております。当然、まあ、ジャンボ鶴田が一番手として立ち向かうということになりますけれども、果たしてどうでしょうか。まあ、今年は大いに活躍したこのジャンボ鶴田、
AWA 世界を取った日本人として初の世界ベルトを巻いてアメリカを暗夜したまさに世界へ飛躍した年のこのジャンボ鶴田でありますけれども竹内さんご指摘のように今度は NWA の世界のベルトこれがまあファンからの強い要求ですもんねしかしもしもですねこの1年間の間にですね前半に AWA を取り後半に NWA を取ったとしたらですね、はい、これはやっぱりかつてこういう快挙がなかったら歴史を塗り替えることになりますね本当ですねそしてまたこの次期シリーズにやってくるハンセン・ブロディに一泡吹かせなくてはならない超ヘビー級の第一人者たるところを見せなくてはならないこのジャンボ鶴田の切れ味鋭いバックドロップでなんとか竹内さんスタン・ハンセン・ブルーザー・ブロディからピンホール取れないもんですかねやはり今のジャンボにとってですね、ハンセン・ブロディを倒すということはそのままですね、全日本の後継者に自分がなったという実績にもなるわけですからね私はこのハンセン・ブロディを倒す時期はもう時間の問題かと思うんですが竹内さん正直言ってどうでしょうしかし今ですね今のハンセン・ブロディを倒しておかなければですね、はい、やっぱりジャンボにとって大きな汚点が残ると思いますねそうですねそして天竜戦の時にも私たちは指摘しましたけれどもあのスタンハンセンのラリアットを食いあるいはまたブルーザーブロディのこの死のニードロップを食い食ってそのままキャンバスに寝てしまったんではいけないそして這い上がる持久力耐久力これが問題ですねラリアットを食った後にですねバックドロップなりフライングボディスタートが離せるジャンプでなければ意味がないわけですね、ま、ブルーザーブロディは全インターナショナルヘビー級のチャンピオンこのブルーザーブロディからかけがえのないこの日本の伝統インターヘビー級のベルトを奪ったジャンボ鶴田ブルーザーブロディにはおそらく自信があるんではないかと思いますしかしアメリカ情報によりますと竹内さんますますブルーザーブロディの株が上がってるそうですね、まあ、現在はその PW タッグ以外のシングルは無冠ですけどもねまさにもう向かうところ敵なしのやっぱり快進撃ですね、そしてまたこの超パワフルコンビハンセンとのコンビということになりますと倍の力ということになりますからね竹内さんねこれが倍から3倍になってくるわけですからね3倍そうですね倍どころではありません3倍のパワーですねこれを敵に回します全日本軍団の第一人者ジャンボ鶴田さて今夜の対決ですけれども過去も勝負がついている相手アレックス・スミルノフやや今回の来日もちょっと精細がありません勝負の方はどうでしょう怖い相手という選手ではないですね、まあ、スミルノフはですね、まあ、この今回の日本来日のもうともかく目的はですねジャンボとシングルで対決することこれ以外になかったわけですからね、そういう面で油断はできませんけどもね今のジャンボでしたらねさほど手強い相手ではないですねそうですね願わくばジャンボ鶴田のインターヘビーにも挑戦ということを考えていたようですけれどもしかしチャレンジャーを選ぶ権利のありますジャンボ鶴田あるいは PWF 本部このアレックス・スミルノフは、候補に上りませんでした、ま、正直言いまして2人の力の差実力の差ははっきり言って差がついてしまいましたね、まあ、3年前にですね、スミルノフが初めて UN に挑戦したあたりの時はですね非常にいいものを持ってましたけどね、はい、この3年でやっぱり2人の実力の差は大きくやっぱり水が開けられましたねそうですねそしてまたこのアレックス・スミルノフで思い出しましたが竹内さん問題のこのジャイアント馬場が返上したインタータッグのベルトですね、はい、この行方も問題になると思うんですが馬場は鶴竜コンビにこのインターのベルトを巻いてもらいたいというのが願いなわけですけれどもこれも鶴田としてはチームのリーダー格ですからなんとか取らなきゃいけませんね、まあ、そうしてみますとね次のシリーズジャンボにはですねあまりにもやっぱり課せられている課題が大きいですね本当ですねさあ結婚を控えました次期シリーズどういう結果が現れますかジャンボ鶴田ですさあジャンピングにバット軽く打ちました軽く打ちましたしかしこの非常に高角度で当たっております一発でアレックス・スミルノフを倒します上背では勝りますアレックス・スミルノフしかしもうジャンボの敵ではありませんジャンボはもう本当に自由に戦っているそんな感じがありますさあ一旦は場外にジャンボ鶴田を送り出します放送席の目前で勝負が争われますさあ再び赤い鉄柱攻撃アレックス・スミルノフとジャンボ鶴田場外での乱戦であります再び赤い鉄柱攻撃ジャンボ鶴田ちょっと額を打たれました鶴田額を打たれましたやっぱりこの勝負に勝つためにはスミルノフとしてはダーティーなファイト以外にないでしょうかねまずやっぱり場外戦でですね何らかの突破口を見出さなきゃならないでしょうねそうですねリング上の戦いだけではですね今のジャンボでちょっとやっぱり勝てるポイントが全くないありませんからねそうですねトップロープのワイヤーロープをうまく使いますアレックス・スミルノフそして今度はパイルドライバーに行くかパイルドライバーで一旦ジャンボ鶴田の脳天を打ちましたさあちょっと反撃の体勢を見せておりますアレックス・スミルノフ
さあこの後です。鶴田は何を考えているか胸中。さあ思い切ってサイドのスープレックスの体勢を見せる。これはうまく決まりました。スミノフ猛反撃に出ています。しかしまだまだジャンボ鶴田は余裕がありますね。ジャンボの表情見てみますね、はい、相手の力を確かめているという感じがしますね。そうなんですね。この辺り非常に落ち着き払っております。まさに全日本プロレス軍団の第一人者リーダーでありますジャンボ鶴田。世界の鶴田へ飛躍、そしてさらにもう一歩ファンは NWA の世界取りを狙っております。ファンの要求というのは竹内さん、どん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 エスカレートしますからね。常に過酷なもんなんですよね。そうですね。さあ鶴田とアレックス・スミルノフです。今度はコブラツイストの姿勢を見せましたアレックス・スミルノフ。リングの中央です。まあ鶴田の頭の中には次期シリーズ大物来日スタン・ハンセン・ブルーザー・ブロニー、当然まあ鶴竜コンビと相対して現在 PWF 認定の世界タッグ王者ブルーザー・ブロニー、そしてスタン・ハンセンと相まみえなくてはなりません。かつ秘策をもう会うたんびに2人で考えているということをはっきりと言っておりました。鶴竜コンビでスミルノフ頑張ります。次回の来日のためにもここはこの大物鶴田に一矢報いたいところですね。スミルノフも当然スミルノフはそれを狙ってくるでしょうね。さあ足を取った円陣切りだ。いいタイミング。ここから波状攻撃を見せるか、波状攻撃を見せるか。さあファイルドライバーか、ファイルドライバーか。脳天食い打ち、耐久時間長くしてズシーンと真っ逆さま奈落の底へ突き落としました。そのまま軽く片指に捉えます。おっと、あ、勝負が決まった。勝負が決まりました。あっという間の勝負です。もうアレックス・スミルノフ目じゃありません。簡単に勝負をつけました。まあ中間に猛反撃の姿勢を見せたスミルノフでありますが、まあやるならやってみろという余裕、まさに余裕の勝利でしたね。しかしこのですね、あっけなさが逆に今の両者の力の差なんでしょうね。そうでしょうね。あっけない勝負でした。ジャンボ鶴田対アレックス・スミルノフ。もう勝負は次期、本番夏の陣、来週から始まります本番夏の陣に全てがかかっております。ジャンボ鶴田も当然、天竜とともに全日本軍団の中心的存在として活躍しなくてはなりません。大いに次期シリーズ
ンセンブロディミラクルパー